レスリーバンクスの墓、レスリーバンクス CBE は、イギリスの舞台俳優、映画俳優、監督、プロデューサー。1930から40年代の白黒映画で、強烈な悪役を演じたことで知られる。リバプールのウェストダービーに、ジョージ・バンクスとエミリー・バンクスの子として生まれる。スコットランドのグレナルモンド・カレッジを経て、キーブル・カレッジに入学。 教区牧師になることを目指しての入学だったが、ならなかった。俳優フランク・ベンソンの一座に加わり、1911年10月、スコットランドのブレチンの公開堂で、俳優デビュー。ベニスの商人のランスロット・ゴボウ役だった。1912年と1913年に、ヘンリー・ヴィエズ・モンド、エヴァ・ムーアと共に、アメリカ公演。ロンドンに戻り、1914年5月5日。 ボードビル劇場で初めてウエストエンドの舞台に立つ第一次世界大戦ではエセックス連隊に配属。この時受けた負傷により顔に傷跡と麻痺が残る。バンクスはこの傷をコメディや恋愛物に出演する時は傷のない側をシリアス劇や悲劇に出る時は傷のある側を見せることで演技に生かした。終戦後はバーミンガムレパートリーシアターに加入。 1921年、ロンドンに戻ると、その力強く抑制の効いた演技が認められ、主演男優、ウエストエンドのスターとしての地位を築く。ロンドンだけでなく、ニューヨークでも活躍、大西洋を挟んで名を馳せる。ニューヨーク公演の時、ケネス・マッコー・アンに壊れて、ハリウッド映画に出演する。両岸島の人間狩りを狂じる、ロシア人貴族ザロフ伯爵役で、 バンクスの人を恐れさせ威圧する個性はこの役にぴったりだった。この映画出演以降、バンクスは映画と舞台、米英を股にかけて活動することになる。映画俳優としては、アルフレッド・ヒッチコック監督の暗殺者の家、眼屈の野獣や無敵艦隊、サッカーミステリー映画、ザ・アーセナル・スタジアム・ミステリー、ローレンス・オリビエ主演、ヘンリー・ゴセイ、デビット・リーン監督、 マデリンガイの旅路、など。舞台俳優としては、アメリカデビューとなった、エリザ・カムズ・ツーステイ、ニューヨークデビューとなった、ピーター・パン、クライブ・オブ・インディア、ジャジャウマナラシ、チップス先生よ用なら、クルトバイル作のミュージカル、星空に消えてなど。私生活では1915年に、グエンドリン・ホールデン・アンウィンと結婚。ダフネ、バージニア、エヴァンジェリンの3人の娘がいる。 1950年、長年の演劇界への貢献が認められ、大英帝国勲章が授与された。この年の映画と舞台出演が最後で、1952年、歩行中に脳卒中を起こし死去。61歳だった。ありがとうございます。